早かとは、聖教会の方針例の一つ。聖教会の全中夜法事の中で最も複雑かつ長大な構成を持つ。カトリック教会の朝かに相当するが、祈祷の構成は大きく異なったものとなっている。聖教会における晩家、創家も含めた講義の時家が行われる大まかな時刻の図解。教会歴においては1日は日没に始まり、日没に終わる。 ただし、このような時刻で全ての時価が行われることは、大規模な修道院を除き極めて稀である。本来は午前3時から午前6時ほどまでに行われる法事である。ただし実際にはごく一部の修道院を除き、この時間に行われることは、まずない。また、総課のみを独立させて行うのではなく、夜半課、総課、一時課の順に3つの昼夜法事をまとめて行う。 こともある。徹夜同化にも含まれているが、草加が行われるのは徹夜同化実施時に限らない。むしろ修道院では徹夜同化を行うのは重要な、祭日に限られ、普段は晩火、草加などの隠し中や法事が、徹夜同化のようにまとめられずに行われることの方が多い。 ただし町の教会では重要な祭日にのみ、講義等を行うことが多いため、鉄や銅貨の中に含まれた草花を目にする機会の方が多くなっている。早貨中で特に長大な部分を占めているのはカノンである。早貨のカノンは、聖書からの句と三子から成り立っており、旧聖書の復活、祭日の意義、聖人の生活を明らかにする内容となっている。 早課の構成は複雑であり、平日、祭日、祭日によって指定される構成が異なる。特に受難週間中の早課や、特定の大祭日、及び、復活大祭などの早課の構成は、それ以外の早課の構成とは大きく異なった内容となる。早課全体には、様々な意義付けがなされるが、以下のようなものが挙げられる。また、各部分において様々な意義付けがなされる。 以下に、いくつかの部分について解説するが、これで全てではない。正教会では中世以降のギリシャ語もしくは現代、ギリシャ語が使われることが多いので、正教会に関係する、本記事でもカタカナ原社を現代ギリシャ語に則る。古典ギリシャ語再建音では、ポリュとなる。ありがとうございます。